紀元前600年頃から紀元前150年頃までのジョージア。マクローネスの地域は国会南岸のアナトリア北東部にあった。アブラハム・オルテリウスが1624年に制作したアルゴナウタイの地図。マクローネスが書き込まれている。マクローネスはポントスの東方のモスキキ山ん無付近にいたコルキス人の一部族。初めてマクローネスに言及したのはヘロドトスで、 彼によれば、マクローネスは、ムシキ人、タバル人、モッシノイ人、マルテス人と共に、アケムネス朝の第19州を構成し、クセルクセス一世の戦争に参加していた。他にも、古典古代の文献で、マクローネスに言及しているものは、少なくない。クセノポンによれば、彼らは、トラペズスの東方にいる強力で野蛮な人々で、頭髪で衣服を作り、 木製の兜を被って小さな小枝在庫の盾を持ち、全長は短いが、穂先の長い槍で戦った。ストラボンによれば、彼らはサンニと呼ばれるのを嫌って、マクローネスと名乗ったという。一方で、ダイプリニウスはサンニとマクローネスは全く別の人々であるとしている。ビサンティウムのステファノスは、ストラボンの説に賛同している。6世紀までには、彼らは、 登山の意として知られるようになった。プロコピオスによれば、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世が520年代に彼らを従属させ、キリスト教に改修させた。現在では、マクローネスは古城寺や諸部族の一つであったと考えられている。彼らは、ヒッタイトの時代からすでにアナトリア北東部に存在していた可能性があり、その後のウラルトの終焉も乗り切った。 またミングレル人やラズ人の先祖であるという可能性も、たびたび取り沙汰される。マクローネスはもう一つの、三二人部族、マケローネスと境を接し、密接な関係を持っていた。ありがとうございます。